ててて、あのハンターめ、なかなかやるわね。おい、どうした、ハンターにやられたのか？そうなのよ、かすり傷だから大丈夫だけどね。私がもう少し硬かったら。いやいや、お前は十分強いし、硬いと思うぞ。これじゃまだまだよ。あ、そうだわ。この機会に、私たちがもっと硬くなれるように、硬い体を持つ奴らに話を聞いてきてくれない？俺がか？そうよ、ほら、行ってきてちょうだい。無理やり出かけさせられたけど、とりあえず火山で硬そうな奴らに話を聞くか。お、ビオレウス、散歩中か？おう、アゴガンキン。いや、今日は散歩じゃなくて、硬い奴らに話を聞いてるんだ。へぇ。って、俺はそんなアゴの主張が激しい名前じゃねえよ。すまんすまん。っていうかお前って、結構硬い部類の奴じゃねえか？おうともよ。俺は弱点の腹以外がかなり硬いんだぜ。背中以外も硬いのか、具体的にどれくらい硬いんだ？ハンターどもの言う、肉質で言うと。背中は22と言わずもがなだし、足とか首が25、その他の部位もほとんど30以下って感じだぜ。確か俺は弱点の頭が65だったから、そう比べるとマジで硬いんだな。ちなみに自慢の顎はどれくらい硬いんだ？頭も含めて驚きの19だぜ。すげえ硬さだな。だろ？って自慢の顎っていじってんじゃねえ。冗談だって。って今回は随分溜めたな。ずっと同じノリツッコミじゃ飽きられちまうからな。ふーん、お前もいじられモンスとしていろいろ苦労してんだな。まあそもそも顎のことをいじられなかったらいい話なんだがな。それよりどうしてその顎はそんなに硬いんだ？あ、まあいろいろあるんだよ。いろいろってなんだよ、詳しく聞かせてくれ。ち、聞いても絶対いじるなよ。もちろんだぜ。はあ、俺の顎はだな、生まれつきかなり硬いんだけど、成長するのに合わせて顎にマグマで溶かした石を塗り込んでるからだな。え、なんだよそれ、キモすぎるだろ。おい、偉人なって言っただろ。俺たち裏眼筋は、こうやって強くなるしかねえんだよ。お前って、本当にいろいろ苦労してんだな。余計なお世話だ。ガハハハ、それじゃあな。二度と来るんじゃねえ。やっぱ裏眼筋は、面白いやつだな。お、あそこにも、硬そうなやつがいるぜ、おい。ん？リオレウスか、今日は何しに来やがった？今日はだな、グラビモスみてえな、硬い奴らにいろいろ話を聞いてんだよ。へえ、それで俺のとこに来たのか。まあ、確かに俺は鎧竜、っていうくらい硬いからな。おう、さすがの呼び名だな。で、実際どれくらい硬いんだ？俺は全体的にかなり硬くて、一番柔らかい腹でも26っていう硬さなんだぜ。一番柔らかくて26、硬すぎるだろ。頭と尻尾は特に硬くて21って数値なんだよな。まさに鎧竜だな。でも、どうしてそんなに硬いんだ？それは、俺の主食が鉱物だからだろうな。お前って石食ってんのか？おうよ。火山はいい石が多いから、火山に住んでる奴らは石が主食の奴も結構多いぜ。確か裏眼筋の奴も大人になったら石を食うはずだぞ。マジかよ。今度会ったら絶対いじろう。まあお前ら肉食には信じられねえ話かもしれねえが、俺たちは石を食ってきたから、生き残れてるし硬くなれてるわけだな。なるほどな。お前らにも色々あったわけだ。そういうことだぜ。だからお前も硬くなりたかったら石を食うといいぞ。いや、それは無理。お、あそこにバサルモスもいるな。グラビモスの幼体とはいえ、一応、話聞いとくか、おい。わぁ、リオレウスさん。僕に一体、何の用ですか？いや、今日は硬い奴らに、いろいろ話を聞いててよ。あ、それで僕のところに来たんですね。確かに僕は岩竜って言われるくらい硬いですから。そうそう。ま、さっきお前の生態の、グラビモスに話を聞いたから、もうバサルモスから聞く話は、ほとんどねえと思うんだけどな。あ、でも、実はお父さんたちより、僕の方が硬いんですよね。子供のお前の方が、あのグラビよりも硬いのか。はい。僕の肉質は、首下と背中に尻尾下が全部15で、頭と翼が20、お腹が24で、足が25っていう感じですからね。マジでグラビよりも、硬いじゃねえか。お前ってもはやいわそのものだな。ありがとうございます。やっぱり石を食ってるから、お前もここまで硬いのか。まあそれもありますけど、僕がお父さんたちより硬い理由は、僕の方が弱いからですね。お前の方が弱いから硬い？はい。弱いので天敵が多いですから、身を守るためにより硬くなってるんですよね。なるほど、そういうことか。それにお父さんたちは僕より大きいので、その巨体をちょっとでも動かしやすくするために必要ない硬さを削ってるそうなんです。だからグラビの方が硬くねえのか。面白いな。まさに鎧と岩って感じだぜ。大人より子供の方が優れてることもあるんですね。なんか深いな。硬さにもいろいろ理由があって面白いな。なに、ブツブツ言ってんだ。お前はアグナコトル、久しぶりだな。ウロコトルは最近もよく見るのにな。
おい、あんまりそんなこと、でけえ声で言ってくれるなよ。そんなことより、お前、今日は何してんだ？あ、今日は、体が硬え奴らに、話を聞いてんだよ。だから、危なこと言うには、あんまり聞くことはねえかな。おいおいおい、俺にこそ話を聞くべきだろ。確かに俺は、普段はそこまで硬くねえけど、体にまとったマグマが、冷えて固まった時は、かなりの硬さになるんだぜ。そういや、そんなのあったな。俺の溶岩の鎧のこと、忘れんなよな。ちなみに硬いって、どれくらいの硬さなんだ？普段の俺は全身を平均して40前後って感じなんだが、硬化した時は頭と首背びれ尻尾が20で、胸と体と足は15っていうカッチカチの状態になるんだぜ。そんなに硬くなるのかよ。お前の力じゃなくてマグマのおかげなのに。おい、そんな言い方するんじゃねえ。だったらお前にもマグマをかけてやろうか？いや、それは困るぜ。だろ？そもそも俺の口角が、マグマに潜っても耐えられるくらい丈夫だから、マグマの鎧をまとえるんだよ。そこんところ勘違いすんじゃねえぞ。すまんすまん。俺もちょっとくらいならマグマに触れるのは大丈夫だが、お前みたいに潜って体中にマグマをまとわせる芸当はさすがにできねえからな。そうそう、よくわかってんじゃねえか。まあお前も硬くなりたかったらいつでもマグマをかけてやるから気軽に遊びに来いよ。絶対来ねえわ。さて、今度は森岡で硬そうな奴に話を聞くか。硬いといえば私ですね。どこからともなく声が。どうも、私は大名月です。おお、大名月さん、透明化されてて全然気づかなかったぜ。さすがの能力ですね。この擬態こそ私の最大の特徴ですから。そんなことよりリオレウスさん、硬い方を探されてるんですね。そうなんですけど、大名月さんって多分硬くないですよね。おっと、見た目で侮らないでいただけますか。私こう見えてもモンスの中でも屈指の硬さを誇るんですよ。マジですか。昔から私はかなりの硬さで、ハンターどもの言う肉質の数値で表すと、弱点の頭は55ですが、一番硬い翼が22で、全部を平均すると、あのクシャルダオラさんよりも硬いんですよ。そんなに、口角を持ってらっしゃらないので、硬いイメージじゃなかったです。しかも、透明化すると、さらに硬くなるんです。ここからさらに、透明化だけでも強いのに、さらに硬くもなるだなんて。特に尻尾は耐久値も高いので、なかなか切れないんですよ。ハンターどもの苦戦してる顔がたまらないんですよね。全然知らなかったです。でもそれにしても、どうしてそんなに硬いんですか？固有だからと言ってしまえばそれまでですが、どうやら私は血の中に、特殊な金属が流れてるそうなんです。特殊な金属？はい、この金属に電気を流すことで、擬態の能力を発揮しているのでは、などといったことが、人間の間では研究されてるみたいですが、もしかするとこの特殊な金属が、私の肉体を硬くもしてるのかもしれませんね。なるほど、そんな体の不思議があったとは。なので、私みたいに硬くなりたければ、血の中に金属を流し込めばいいんじゃないですか？ほら、やって差し上げますよ。いや、遠慮しておきます。それじゃ。大名月さん、なんかところどころサイコパス味のある方だったな。さて他には、と。おお、これは、普通のリオレウスじゃねえか。あんたは、色違いのリオレウス希少種。ギラギラ光りやがって。そう、きらめくシルバーソルトはこの俺様のこと。お前みたいな普通のやつはめったにお目にかかれねえから、ありがたく目に焼き付けとけよ。希少種だからって調子に乗りやがって。あんたはいつもそうだぜ、頭が硬いというか。そう、俺様は頭が硬いんだ、よく知ってるじゃねえか。は？希少種の俺様は全身がお前ら普通のやつらよりもかなり硬くなってはいるんだが、その中でも特に頭と首が硬いんだよ。いや、その硬いじゃねえんだけど。数値で言うとお前みてえな、普通のやつの頭は65なんだが、なんと俺様は脅威の22、他にも首も腹も尻尾も22っていうカッチカチの肉体なんだぜ。話は噛み合ってねえけど、マジでえげつない硬さだな。わかったか？俺様はお前ら普通のやつとは全然違うんだよ。でも、なんでそんなに硬いんだ？そりゃお前、俺が特別な希少種だからだよ。簡単なことだろ。そうかよ。ごやめんどくせえ質問しちまったか。だからお前も硬くなりたかったら、なんかうれえこと言われるんじゃねえか。硬くなりたかったら体を金色に塗りゃいいぜ。いや、そんな簡単なことじゃねえだろ。はっはっは、冗談だよ。さすがは俺様、普通じゃねえボケ方しちまったぜ。はい、それじゃあな。おい、適当に流すんじゃねえ。はぁ、いきなり嫌味なやつに出会っちまったな。お、リオレウスじゃねえか。お前はガララージャラか、ずいぶん久しぶりだな。あんまりそう言ってくれるなよ。だってお前、最近めっきり活躍できてねえだろ。見た目も似てるし、お前も誰かさんと一緒で、人気がねえのか？うるせえ、いろいろ事情があるんだよ。
っていうかそんなことより、お前って、背中の口角とか硬そうだよな。背中の口角っていうと、眉口か？眉口？そう、俺のこの口角は、眉口っつう共鳴器官で、すり合わせて空気を振動させて、特殊な音波を出せるんだぜ。へえ、そんなこと聞くと、より硬そうに感じるけど、実際どうなんだ？お前の予想通り、この眉口は、かなり硬いんだよ。数値で言うと、なんと15っていう硬さなんだ。おお、マジで硬いな。共鳴器官として発達してるから、他の部位よりも頑丈になったんだろうな。なるほどな、なかなか面白い進化だぜ。ちなみに、俺の色違いの足は、もっと硬いらしいんだぜ。お前より硬いのか。まあ、俺と違って、口角が硬いってわけじゃなく、体が全体的に硬くなってる、って感じらしいけどな。でも、そっちの方が、戦いにくそうな感じもするぜ。だからなのか、足のやつは、害悪とか言われてるらしいぞ。ふん。なんか足も含めてお前らって、とことん嫌われてるんだな。おい、はっきり嫌われてるって言うな。あと、俺には共鳴器官とかないから、あんま参考にならなかったぜ。とことん腐すんじゃねえ、この野郎。からかいがいのあるやつで、面白かったぜ。なんか楽しそうな声が、聞こえると思ったら、空の王者の、リオレウスさんじゃねえか。俺と戦ってけよ。で、ヤンガルルが、めんどくせえやつに見つかっちまったぜ。ブツブツうるせえな、いいから戦おうぜ。でもこいつって戦いまくってるから、硬い部位もありそうだな。おい、戦うのはだりーけどよ。お前って、どっかに硬い部位ねえか？硬い部位、そりゃもちろん俺の戦いでいいしよ。ダメだ話にならねえ。そんなんいいから戦えって。いて、てめえ、やったな、ガキン。ん？お前、背中めちゃくちゃ硬くねえか？あ、背中。そういやハンターどもが俺の背中は肉質っていうので15とかだなんだって言ってた気がするな。15マジでめちゃくちゃ硬いじゃねえか。そうなのか。まあ見ての通り俺は戦いが大好きだからよ。それの繰り返しでこの硬さになったんだろうな。へえ、なんかいろんな意味でイカれてんな。まあお前も硬くなりたかったらとにかく戦えよ。こら、いや俺は遠慮しとくぜ。で、おい逃げんな。はあ、ガルルガの野郎は相変わらずだったな。さて気を取り直して、今度は雪山に来たぞ。唐辛子爆食いで、寒さ対策もバッチリだぜ。ふふ、レウスさんは、雪山でもお元気ですね。お、この声は、キリンさん。どうも、キリンです。あ、その言い方だと、某お笑いコンビみたいになっちゃいますよ。ん？何の話ですか？あ、こっちの話です。それより今日は体が硬い奴らに話を聞いてるんですけど、キリンさんって、ねえ？侮られては困りますねえ。確かに私には立派な口角はありませんが、そこらの平凡な口角を持った方々よりも、硬い肉体を持っているんですよ。え、そうなんですか、失礼しました。ちなみに、どれくらい硬いんですか？弱点の頭は40と平均的ですが、胴体が24、下半身が27に前足が25と、なかなかの硬さをしてるんです。ほんとですね。その体からは、想像できない硬さです。しかも切れた時は、下半身が15と、さらに硬くなりますからね。怒らせたら、実は怖いタイプなんですね。まあ、弱点の角は意外と脆くて、あのラージャンさんにおられるほどなんですが、これを思い出すと頭が痛く、トラウマになってるじゃないですか。無理に思い出さないでください。とにかく、私も腐っても固有ですから、見た目だけで舐めないでくださいね。はい、さすがはキリンさんです。レウスさんも、私みたいに硬くなりたければ、悟りを開くことですね。それ、アドバイスとして合ってますか？うっふふ。キリンさんはいつも物腰が柔らかくて、素敵な方だぜ。え、キリンって言ったか？うわ、ラージャンじゃねえか、噂をすればだな。な、お前キリンって言ったよな。別に言ってねえよ、気のせいじゃねえのか？え？聞こえたと思ったんだがな。てかそれより、ゼウスが雪山にいるなんて珍しいな。ああ、今日は体が硬い奴らに話を聞いててな。それで各地を飛び回ってるんだぜ。へえ、それなら俺の話も聞いていかなきゃだろ。え？お前って、そんな硬いイメージないけどな。わかってねえな、俺の別名を忘れたのか？え？ブチ切れクソゴリラ？ちげえわ、なめんじゃねえぞ。お、ブチ切れやがった。あ、金獅子か。そうだよ。このブチ切れた金色の状態から、さらにブチ切れた。冬季硬化状態の時の俺の腕は、かなりの硬さになるんだぜ。一体どれくらいの硬さになるんだ？もともと45だった肉質が、なんと10になるんだよ。めちゃくちゃ硬いだろ。マジか、カッチカチじゃねえか。もともとすげえムキムキの腕が、ブチ切れたことでさらに強くなるわけだな。これはどんな切れ味の武器でも弾き返せる硬さなんだぜ。へえ、そういうところはさすがだな。そういうところってなんだよ。でもよ、それって硬くなるのはブチ切れてる時だけで、それ以外の時は普通ってことだよな。あ、何が言いてえんだ。
やっぱりお前って、ブチ切れクソゴリラなんじゃね？ああ、てめえ、絶対許さん。うお、さらにブチ切れやがった。第三第三。待ちやがれ。ふぅ、ラージャンの野郎をからかうのはやっぱ楽しいぜ。遅い、遅すぎるぜ。あれ？あの方は？バルファルクさんじゃねえか？世の中みんな遅すぎるぜ。誰か、俺の速さについてこれる奴はいねえのか。バルクさんって、喋んのもめちゃくちゃ早いのかよ。お前は確かリオレウスか、用があるなら早く言えよ。あ、今日は体が硬い奴らに話を聞いてるんですけど、バルクさんって硬い部位あったりしますか？硬さか。俺は速さにしか興味がねえが、そういう翼と足が硬いんじゃなかったかな。おお、具体的にどれくらい硬いかわかりますかね？確か翼が22で足が25だったか、これって硬いのか？なかなか硬いですよ、さすがは固有さんだぜ。まあ、俺は音速で飛ぶから、頑丈な翼じゃなきゃやってけないからな。なるほど、速さが硬さに繋がってるんですね。それはあるだろうな。この前も飛んでる最中に、外殻がちょっとだけ剥がれ落ちたんだが、落ちた地面がへこんじまってたんだよ。どんな外殻してるんですか？だから、それくらいの重さと硬さがあるんだろうな。まあ、固有だからそもそも硬い、ってのもあると思うが。それにしてもですよ。とにかくお前も硬くなりてんなら、まずは音速で飛ぶところからだな。いや、バルクさん以外には無理ですって。さて、そろそろ別のところに行こうかな。では、さっきまでこんなところに山なんかあったか？山ではありませんよ。え？山が喋った。私、金霊ガムートと申します。決して山ではありませんよ。モンスターなのか、デカすぎるだろ。私はガムートの中でも、二つな個体という、特に大きな個体ですからね。金霊の二つなが、それをよく表しているでしょう。なるほど。確か、二つなって、特殊な進化をした奴らのことですよね。あなたもそうなんですか？ええ。私は長い年月をこの過酷な寒冷地帯で過ごしたことで、体格と口角が鍛え上げられたんですよ。特に後ろ足が硬くなってますね。おお、ぜひ詳しく聞かせてください。通常個体のガムートの口角は守りが薄いので、雪をまとわせて防御壁のようにしてるんですが、私、金霊ガムートは後ろ足の口角が黒色に変化して、かなりの硬さを得ているのです。これによって雪をまとわずともほとんどの攻撃を、弾き返すことができるようになっているんですよ。へえ、さすがは二つな個体、めちゃくちゃ進化してますね。もちろん雪をまとうことで、前足などをさらに硬くすることもできますよ。全身カチカチじゃないですか。伊達に長い年月を過ごしてませんね。ええ、ですからあなたも硬くなりたければ、長生きすると良いかもしれませんね。ただ、頭まで硬くならないように。はい、金霊ガムートさんもまだまだ長生きしてくださいね。さて今度は古代樹の森に来たぜ。ここにはいろんな奴らがいるから、硬い奴も多そうだな。なんだ。騒がしいな。お、人王がじゃねえか。なんか、いつもと様子が違う気がするが。おう、リオレウスか。いつもと違うって、そりゃお前、俺は極限状態だからな。え、極限状態ってことは、恐竜ウイルスを克服したのか。ああ、俺が最強だ。ってことはお前、めちゃくちゃ硬い体になってるんじゃねえのか。おうよ。恐竜化しただけで全身がかなり硬くなってる上に極限状態になってるから弱点の頭と攻撃されやすい後ろ足が完全弾き部位になってるからな。その完全弾き部位ってのは何なんだ？簡単に言えばほぼ全ての攻撃が通じない部位のことだな。まさに極限ってわけだぜ。そんなのありかよ。カチカチなんてレベルじゃねえぞ。この完全弾き部位は俺だけじゃなく他の極限状態の奴らにも存在する部位らしいが、俺の場合はその部位が特にやべえらしいからな。弱点の頭と狙いやすい後ろ足だもんな。こやても足も出ないぜ。恐竜化で全身が硬くなってることで、胴と前足が二重っていう肉質にもなってるし、もはや俺に通用する攻撃はこの世にねえかもしれねえな。どうだ、お前も恐竜ウイルスにかかってみるか。いや、俺は遠慮しとくぜ。硬く強くなれても、不気味な状態になるのはごめんだな。へえ、よくわかんねえな。まあ、強くなりたけりゃ、コアマガラに挑めよう、じゃあな。極限状態は何か大切なものを失っちまいそうな気がするな。気を取り直して次のやつは、と。おう、リオレウスじゃねえか。お前はディノバルドか、いきなり喧嘩腰やめろよ。地上版リオレウスとは俺のことよ。つまりお前はライバルみてえなもんだからな。わかったわかった。この自慢の美人で切り伏せてやるよ。ああ、そういやお前のその尻尾、かなり硬そうだよな。もちろんだぜ。俺の残留って別名はこの美人から来てるからな。やっぱりな、ちょうどいいぜ。俺は今日、硬い奴らに話を聞いてるんだが、お前の尻尾についても詳しく聞かせてくれ。なんかうまいこと話題を変えられたような。まあいいぜ。
って、お前の尻尾って実際にどれくらい硬いんだ？俺の尻尾の肉質は、尻尾の根元は36なんだが、美人の部分は22っつう。さすがは刀とつくだけの硬さがあるんだぜ。ほう、なかなかの硬さだな。ちなみに硬さだけで言うと、切れ味が鈍って錆びた状態はもうちょい硬くなるからな。やるな、さすがは俺のライバルだぜ。ってことは、研いだらさらに硬くなるのか？いやそれがだな、俺の尻尾は研ぐと熱を帯びる。尻尾赤熱状態ってのになるんだ。この状態の尻尾は一番の武器になるんだが、その反面熱のせいで柔らかくなっちまうんだぜ。なるほど、諸刃の剣ってわけだな。そういうことだぜ。だからまあお前も尻尾を研ぐときは要注意だぞ。いや、俺は研がねえよ。他には誰かいるかなっと。あ、リオレウスさん、お疲れ様です。おう、クルルヤックか、お疲れ。今日は何されてるんですか？今日はよ、体が硬い奴らに話を聞いてんだけど、お前ここら辺でちょうどいいやつ知らねえか？それなら僕がぴったりですよ。ええ、お前が硬い。すまんが、お前ってザコモンスだろ？ぐ、ザコなのは否定できないですけど、実は硬い部位があるんですよ。いやいや、お前って全身どこも柔らけえじゃねえか。ちっちっち、僕は前足が発達してて、いろんなものを持ち運ぶっていう特徴があるでしょう？確かにそうだけど、それがどうしたんだ？その持ち運ぶものの中に岩があるんですけど、その岩がめちゃくちゃ硬いんですよ。は？肉質で言うと岩輪っていう脅威の数値なんです。めちゃくちゃ硬いでしょ。いやいやいや、確かに硬いけど、それお前の体じゃねえし。そもそも岩に肉質って言葉合ってんのか。でも、僕は岩が硬くて盾になるって知ってて使ってますよ。これってもはや僕の体の一部じゃないですか？さすがに、むちゃくちゃ言い過ぎだろう。しかも攻撃されたり、驚かされたりしたら落とすだろ？まあ、それはそうですけど。だったらお前は硬いって言わねえんじゃねえか？ん？道具を使う機能がない方にはわかんないか。ん？なんつった？だから、リオレウスさんも硬くなりたかったら、僕みたいに頭を使うべき、ってことですよ。てめえ、バカにしてんな。あと、お前は別に硬くなってねえ。クルルヤックの野郎、むちゃくちゃ言ってやがったな。さて今度は砂漠に来たが。出た、砂漠名物、ボルボロスの突進。こいつ何度目だよ。全然進まない、これってもしかして。よう、毎度俺に突進してきやがって。やっぱり、すいません、リオレウスさん。お前そろそろ反省しろよ。はい、次は絶対気をつけます。でも、お前の頭を毎回止めてて思ってたんだが、お前ってかなり硬いよな。そうなんですよ、気づいててくれました。おう、実際どれくらい硬いんだ？頭の肉質はなんと22なんです。へえ、マジで結構硬いな。でも、他の部位は普通の硬さなんですけどね。いやいや、頭だけでもこれくらい硬かったら十分だろ。やっぱりあれか？毎日突進ばっかしてるから硬くなったのか？まあ、それもあると思いますけど、そもそも僕らボルボロスにとって、頭は一番の武器ですからね。成長につれて硬くなっていくんですよ。確かに冠みたいな特徴的な形してるよな。それと、ドローマ取ってるのも大きいと思います。僕らは体に何種類ものドローマ取るんで、見た目よりも硬いんですよね。へえ、ただ好きだから泥浴びしてるわけじゃないんだな。そうなんです。いろいろ工夫した自慢の武器がこの頭なんです。ま、その頭でさっき思いっきり突進されたわけだが。ごめんなさいって。がはは、次来るときは気をつけろよ。ボルボロスのやつ、俺以外のやつに間違えて突進したら、されるんじゃねえかな。特にディアブロスとかやべえだろ。お、リオレウス君。おう、大名ザザミ。今日の話にぴったりのやつを忘れてたぜ。え、ぴったりって何が？今日は体が硬いやつらに話を聞いててよ。ザザミはまさに硬いだろ。ああ、そういうことか。それなら僕がぴったりだね。なんてたって僕の別名は、たてがみだもん。いいよ、具体的にどれくらい硬いんだ？僕の自慢の爪を使って、爪ガードしてる時の肉質は、なんと左右の爪が15で、それ以外の部位は全て20っていう、とんでもない硬さなんだよね。おお、そんなに硬いのか。そこまでとは思ってなかったぜ。それに普段から背中には宿を背負ってるけど、この宿もかなり硬いからね。確かモノブロスとかの頭の骨を背負ってるんだろ？そりゃ硬いよな。しかも僕の爪はただ硬いだけじゃなくて、見た目以上に軽くて動きやすいんだ。さすがは盾ガニ、防御に関してはスペシャリストだな。でしょでしょ。だからレウス君も硬くなりたかったら、僕みたいな盾を手に入れるべきだね。いや、それはダセーからやめとくぜ。え？硬くてもダサいのは嫌だからな。そんじゃな。え、最後急に突き放されたんだけど。さて、他には誰がいるっけな。あ、リオレウスさんだ。縄張りを荒らしに来たのかも。お母さんに報告。なんかこそこそ聞こえたような。
ちょっと、あんた、私の縄張りを荒らしに来たってほんと。おう、やつかだき。いや、縄張りを荒らす気なんて全然ねえぞ。あれ、もしかしてハヤト散った？私の子供が報告してくれたんだけど、勘違いみたいね。おうよ、今日は体が硬い奴らに、話を聞いて回ってるだけだからな。へえ、でもそれならちょうどいいわね。なんせ私は、実は結構、硬いのよ。おう、そうなのか、ぜひ詳しく聞かせてくれ。いいわ、疑っちゃったお詫びに教えてあげる。私は弱点の頭以外は、お腹が35に、胸と足が25、それに爪は20って感じで、かなり硬い肉質なのよね。へえ、よく糸をまとってるから、ふわふわしてるイメージだったぜ。確かにパッと見は、そう見えるかもしれないわね。でも私の口角は、人間どもの兵器の装甲に使われるくらい頑丈なのよ。マジか、それは相当だな。そういや前にも、その爪で、お前に追い払われたことがあったっけ？確かにあったわね。でも、どうしてそんなに硬いんだ？何か理由はあんのか？これは私がおやつに、洞窟の鍾乳石をかじってるからだと思うわ。へえ、鍾乳石。そう、意外と美味しいのよ。それに鍾乳石はカルシウムたっぷりだし、そのおかげでこんなに艶やかで、硬い体を手に入れられてるんだから。美味しいのか？俺は食いたくねえけどな。だからそんなにお肌が汚いのよ。美容のためには鍾乳石がもってこいなの。ふーん、それじゃあ嫁のためにちょっとだけ持って帰るか。そうしなさい、体も硬くなるし、きっと奥さんが喜ぶわ。ほんとか、それじゃ話聞かせてくれてありがとな。ただいま、帰ったぜ。お帰りなさい、どう？話は聞けた？おう、いろいろ聞けたぞ。中でもこの鍾乳石を食うのが、お肌の美容にも硬くなるのにも、もってこいらしいぜ。ん？鍾乳石？お肌の美容？それにこの鍾乳石、女の匂いがするわね。いや、違う。何が違うのよ。あんた、のこのこ浮気してたんじゃないでしょうね。だから違うって、話を聞いてくれー。お仕置きよう。じゃあ、